おしゃべりください。
口が回らなかったりするんですが、本日はありがとうございます。プロでお越しいただきました。4月の料理から1ヶ月経ちまして、ちょっとね、料理の後にね、あのピピっていう小さな何かなレストランで、あの元町の2人でやらせてもらったんですね。いつも調理はあの昼間のライブなのでね、昼間しか来れない人しかお呼びできなかったので、ちょっと夜ご飯食べながらね、聞いてもらうのもあってもいいかなと思って、これからも時々やらせてもらおうかなと思ってるんですけど、そこのご飯が美味しくて、とってもあの全国のマスターとね、ママとちょっと来てもらったんですけど美味しかったでしょう。いや本当に美味しいんですよ。元町の駅前なんですけどね、ちっちゃなお店なんだけど、あのご夫婦じゃないですけど、お二人でやってらっしゃるんですけどね、なかなかこれはおすすめと思いました、ね、またご案内しますけど、もし夜出れるようになったら一度来てみてください、食べに、Like Someone in Love という曲を歌いたいと思います。なんかおかしいなよって、あなたの近くにいるときは自分じゃないみたい、ふわふわしてる、そんな気分よって、歌詞は大丈夫大丈夫やってみる、うん、いやそれ歌詞大丈夫なんですよ、これ結構
構なんかたくさんありそうに見えて、でもまあ適当なところで。ジプシーが
本当だと知っている物語がある。恋人が金のイヤリングをしていたら、彼は君のものだと。古い恋の物語であまり知る人はいないが、もし君がそんな金のイヤリングをしていたら、恋人がやってくるのさ。焚き火の傍らで、それは炭とともに燃え上がり、君が聞く欲望は静かに君の魂の中にささやく。だから私のジプシーよ、なに君の恋を満ち明かりにして、その金のイヤリングでおまじないを唱えるのよ。Known is true, but when your love wears golden earrings, he belongs to you. An old love story that known to belly you. And if you wear those golden earrings, love will come.
なかなかいいわ。川村にメールを送ってください。いやいや、皆さん聞き惚れていらっしゃいましたですよ。見とれてたわけじゃないけど。何回言うの。もう言うてるから、もうええよ。いや、いい感じでしたね。いい感じだったね。しっとりしててね。みんな知ってる曲だと緊張感ありますよね。間違うと分かる。そうそう、間違えたって分かるもんね。あれね、メロディー分かってるしね。黙っとこうみたいな。いやいやいや、みんな言うよきっと。あ、そうだ、間違えた。いや、素敵でした、ね、では次ね、オレンジカラーのスカイっていう曲なんですけど、これも初めて歌います、私は。で、なんかね、これ早口言葉みたいなとこがあるんですよ。聞きます、この曲ご存知？なんか聞いたことあるね、結構で、ちょっと足踏みしてたんですけど、まあやろうかなと思って、なのでお手柔らかに。Orange color sky crash, but all of a sudden, wonderful you came by. I was walking at home, drinking in sunshine, when out of the orange color view.
あの口が覚えるまでっていうか、まだ覚えきてないけど、ちょっとまだ怪しいですけど、ちょっと頑張ろうと思っています。なんとか初めてやっていました。何も買ってたんだね、これは。あのね、何だったっけ、何だったかね、歌ってたね、あの、なんて言った、あの人ぐらいしか歌ってないんじゃないかな。あの今までやってると思うけど、一番有名なのが本家はね、女性のね、この人なんだっけ、私が聞いてたのが、これ誰だったっけ、再びという解釈をしたい気持ちはあるんですが、そうじゃなくて、まあ、いつか出会いましょう、それぞれ別の場所に行きましょう、まあ、私たちはお別れよという、まあ、感じなんですが、パッと聞いたとこね、もう一回頑張りましょうみたいな感じだけど、そうじゃないらしいなんて、見てください。
ところでチンチン。そうそうそう。シゲさん。感じでしたね。ありがとうございます。では、この生徒最後の曲なんですが、これもね、はい、そうです。これも歌ってる人はあれ人、あの人だけ。エラさん。エラさんぐらいしか多分歌ってないっていうか、ビッグバンドで、あの、かっこよく出てきて、従えて歌う曲なのに、ここで歌ってみようかと思っていますが。こちらバージョン、こちらバージョン。普通のバージョン、かっこいいバージョンにしとく。ビッグバンドは、本日のビッグバンドは白木さんでした。
今日はね、お客さん3人しかいらっしゃらないから、お一人2曲ずつぐらい後から終わったら歌ってくださいませ。ね、歌ってくださいませ。ありがとうございました。No more not told.
sparks are dim, they're light. Stars have disappeared from sight. It is no moon after all. Don't make a sound, it's so dark. Even fight is a friend to bow. What a perfect chance to part. It is no moon after all. Nothing like a road, a soul. Just to think he fell in love in this no road at all. It's a final time.
I never want to hear from any cheerful for your love. Foretell your fate, supplies are meant, it's all banana. There's lies in songs of love, but not for me. I love his stars above, but not for me. With love to lead the way, I found a cross of blame. And then you'll see a play, good God. I was a fool to fall and get away. I hope I lost and also lack a day. Although I count this beat, the memory of his kiss, I guess it's not これでメインですか？これ、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 これ
しいですよね、こういうの。あと、何曲ほどありますので、ミアネソービューを歌ってます。ジャズのバラードの中にも割と有名な曲で、あ、そっちが先になってる。ちょっと待って、どっち先になってるか。ごめんなさい。I've never been in love before という、男性がよくささやく言葉でございまして、こんな恋は今までしたことがなかったよ。見てみろ。と言って必ずの男性がおっしゃるらしいですか。という曲なんですけどね。これ前もやったかな、黒木瞳と大地真央が宝塚の舞台でね、日本語で、お二人とも日本語でやってるのがあってね、その歌でやったこともあるんですけど、これはとりあえずはそういう感じの曲でございますので、聴いてみてください。Thank you.
書いたでしょ、昼セッションもやってるんですけど、あそこで夜に平木さんのセッションが時々あって、そこで一緒になる私のお友達とね、今度4人でね、かくれんぼでライブすることになってるんです。6月の26日だったかな。でその時にその曲をね、お友達とハモるんですね、そのお友達。でそれにプラスイケメン男性ボーカリスト2人を従えて、ケンちゃんともう一人もうちょっと若いのがいてね、どっちもかっこいいのよ。その人たちをこのゲームかな、スキャットを入れてもらって、まだね4人で練習してないからどう仕上がるかわからないんですけど、私はこのハモリをパート担当していて、京子ちゃんがメロディー歌うんですね。で一生懸命ハモリばっかり練習してたら、昨日か一昨日か白木さんとかでこの歌今日のために練習したらハモリが出てきちゃって、私ハモってるわ、これダメダメダメ、メロディー歌わなきゃいけないっていう感じでね、もうハモリばっかり練習してると、なんかそれがメロディーかっていう感じになってるんですけど、楽しいライブで皆さん夜出てこれたいですよね。もし夜ですね、お出かけになれるようだったらぜひと思ったんですけど、まあ、そういうのもちょこちょこやってますので楽しいわよ。でね、ミヤネサビューというバラード、これは有名な曲ですけど、この頃ちょっとあんまり皆さん歌われないですね。そうでもない、一時なんかねセッション行ったら誰も彼もみんなこれ歌ってた時あったんですけど、ちょっとほとぼり冷めてるみたいな感じなんですけど、あなたのおそばにと放題がついております。
The nearness of you.という曲があります。これはジャズのタイムアフタータイムではありません。あのジャズのタイムアフタータイムもとってもいい曲で、あの今年私はテーマソングにしていまして、バラードで歌ったり、ボサノバで歌ったり、フォービートで歌ったりね、先ほどの話じゃないですけどいろいろしてるんですけど、セッションとかでね、この曲やりますって言うと、あ、知ってるから入りますとか言ってくださる方いらっしゃって、でもその知ってる曲っていうのは私の歌いたいと思ってた曲ではなくて、今から歌う方の曲なんですね。シンディ・ローパーが歌ってた方のタイムアフタータイム、あ、知ってますっておっしゃったので、1年間やるならば同じ名前の曲だから、せっかくだからこっちも頑張るかということで、始めたんですが、今日ね、いつもウクレレで1曲歌うっていうのがあったのに考えてなくて、さっきまで今日の曲の中で一番ウクレレで伴奏できそうな曲というので、この曲が選ばれてしまいます。ちょっとイメージじゃないんですけど、ちょっとやってみようかということで、新たな試みでございますが。早めにとか。え？早めに。早めに。あ、まあ何でもやってみてください。どうなのかな。足が長すぎる。長すぎて収まりがつかない。何時間？それなんか違う。これの上に乗っかってるから。はいはいはい。どうですか？ダメ？え？Then you
time. The second time I'm white. If you lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch it or we will be waiting. Time after time. If you lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch it. オルフェのサンバで。感じでした、マスター。